第5レース1着、西山孝博選手です。お疲れ様でした。イエーイ待ってましたよ。あれでした。何度もねインタビューで映ってるんですけど、ご自身の1着で来てくれるの初めて。いや僕も映りたくて映るわけじゃないんですよ。違うんですか。はい、アイスをごちゃーけん映ってくれ言われるから、はい、昨日ちゃんとインタビュー後ごちそうになりました。そうなんですよ。ケチンスアイス、篠崎仁志、はい、安いアイスおごろうとしたんで280円のアイスに書き換えときました。そんな高級なやつを、はい、そうなんですよ。そのおかげで一着でしたかね。ありがたいですね。よかったです、はい、ではレース振り返っていきます。インからのスタートどうだったんですか今。いやもう特訓で32本かましたんで、はい、分からないですよね結構早く見えました。いやそういう、うん、まあ、様子は見たんですけど、はいはい、スタテンは03行ってましたもんね、はい。どうでしょうこのレースターンは。いやターンが進まないんですよね。またとエンジンはいいんですよ、はい、でもまたあと空回りしてるんで、うん、ちょっとプロペラしっかり、はい、やります。思ったように前に出ていかなかった。そうですね、うん、もう今頃ゴールしてるはずなんですよねそんなイメージだった、はい、だいぶギャップありますね。だいぶギャップありましたねそして後ろでは競りながら池田先輩が。そうですね、はい、4番だけには負けたくなかったんでね背中を見せてやりました。そうですよ、ケツ見せてやりましたゴール手前でちょっと池田さんのこと確認してませんでした。確認しました。目そらされました、そんなシーンもあったんですね、うん、はい、じゃあ前傾はねまだ全然参考外って話でしたけど、はい、その後はじゃあモーター的にはエンジンはいいんですよ。いいんですね、プロペラが合わないですね、うん、合わせれない。毎日そこを調整してて、はいはい、小井さんが嘘ばっかり僕の教えるんで、信じてたら信じてたら大変なことじゃあ今日は後半は、4号艇になりますけど、はい、うん、ペラこの後やって、はい、しっかりやってあの、うん、一発狙っていきたいと思います。まくっちゃう。常にそういうレースを心がけてますけど何かすいません、はい、目見開かれちゃいましたけど、はい、じゃあ今伸びて足はそこまでこうどっか突出してる感じで はないですけど、バランス取れてる。バランス取れてるんですけどちょっと回転だけ合ってないんで。そういうことですね、はいはい、気持ちいい逃げになりましたんで後半に向かって皆さんに一言お願いします。映るよね奈良ちゃんあ、江戸川の須藤さん、こちら西山頑張っております。須藤さん、はい、頑張ってください。はい、なんかメッセージが個人的に届きましたが、はい、では最後にカメラサインの方よろしくお願いします、はい、なんかやたらとね奈々さん映り込みありますね。うん、なんて書いてるのかな。森高なんで森高ハート、はい、決めてください最後ポーズ。はい、ありがとうございました。あ、こっち